皆さんこんにちは。本日は5月27日、30日のガンプラ再販納品日のご紹介です。なお、再販はメーカー納品日のため、店頭、地域によって陳列するまでに数日かかることがありますのでご注意ください。5月27日月曜日、HGUC144/1、ガンタンク。タンクという独自のフォルムを忠実に立体化しました。頭部ユニットはキャノピーをクリアパーツで成形し、コクピット内部も再現しています。印象を決定づけるキャタピラは軟質樹脂を使用してリアルな質感を追求しました。武器は両肩の 120mm 低反動キャノン、両腕の 40mm 4連装ボップミサイルランチャーを精密に成形しました。機体下部ディテールはリファインされています。 HGUC144/1 ズゴック、シャア専用。登場するシャアの個性を強烈に放った機体として印象的な赤いズゴックをキット化しました。腕、足、胴の各部に ABS 樹脂製ボールジョイントを採用し、スムーズな可動と曲線を実現しました。クロー部分は可動します。設定は新たに設定されたパターンを精密に再現しました。 RG144/1 ガンダム、リアルを追求し精密さを伝えるハイディテール。マスターブレードにも引けを取らないダイナミックなアクション&ギミック。組み立て済みインナーフレームを採用したストレスフリーの組み立てなど、全てのファンを満足させる様々な仕掛けが凝縮。最新技術を搭載し、ガンダムを知る全世代に向けたガンプラの新しい楽しみを伝える新ブランド RX78-2 ガンダムの前設定、お前後約 125mm の中に集約、少ないパーツ数での組み立てでダイナミックな稼働が可能なインナーフレーム、アドバンスドモビルスーツジョイント搭載。リアルな質感で見た目の完成度を追求した特殊素材製リアリスキックデカール。付属 RG144/1 シャア専用ザク、1/1を想定し考案されたデザイン。従来の内部構造の組み立て工程を変えるアドバンストモビルスーツジョイントを搭載。塗装では容易に再現できない金属の輝きをシール状で再現したリアリスティックデカール。付属144/1スケールで類を見ない色分け再現。シャア専用ザクの驚異的な動きを再現するためにアドバンストモビルスーツジョイントを設計。ガンプラ史上最大の可動領域を確保。パイプパーツには軸を通してパイプを取り外す方式を採用。 RG144/1 量産型ザク、頭部パーツは体調器用アンテナニスと一般兵用頭部が付属。 F 型の装甲を忠実に再現。ライフルの保持力が向上した右手、ポージングに表情を与える平手が新たに追加。アドバンスドモビルスーツジョイント採用。リアリスティックデカールで本物の質感を表現できる。 RG144/1 ジオング、形状の機構や劇中のポージングを再現するため、実機交渉に基づくオリジナルギミックを144/1に凝縮。アドバンスドモビルスーツジョイントを内蔵。滑らかで迫力のある表現と緻密なディテールを両立。モノアイは首の動きに合わせ左右に連動稼働、さらに手動で上下にも稼働。腰部に広い稼働範囲を持つフレームを内蔵。よりダイナミックなポーズが可能に、胸部の前後可動に連動し胸と背中の4箇所のバーニアが展開。外傷それぞれのバーニアはスカート部分が展開することで個別に大きく可動。ハンドパーツはインサート成形により緻密なディテールと可動する関節部を再現。前腕を取り外しリード線を取り付けることで腕部優先式メガ粒子砲を再現。RG144/1 ゴッドガンダム、モビルファイターならではの人体をトレースするかのような動きを追求。肩と手首部分に導入したアドバンスとモビルスーツジョイントなどにより特
徴的な腕組みポーズを再現できる。胴体には前後及び左右へ大きく可動する機構を導入。肩にはシースクリミックを搭載し、脇の可動域も確保。首には三軸の可動構造を採用。顎を引く、顔を前に突き出すなどの動きが可能に。膝曲げ時に人体に起こる筋肉の伸縮を、裏ももパーツの一部をへこませることで表現。膝アーマーが沈み込む軸を採用しており、人体さながらの動きを再現。足先の可動には新機構を採用し、ほぼ水平開脚をしながら足を設置させることが可能。胸から腰にかけての多段可動、股関節にスライド機構を導入することにより、腰フロントアーマーを跳ね上げながら足を蹴り上げることが可能に。フィン付け根の可動軸により、フィンを後ろになびかせることが可能。爪の付け根や親指カバーには軸可動を搭載し、ゴッドフィンガーを再現。オリジナルアレンジの日輪エフェクトが付属。 MG100/1 シャー専用ズボック。可動のモノアイはクリアパーツを使用。胴部ミサイルのディテールなどリアルに再現しています。腹、股関節、足首などに防水処理をイメージしたラバー状パーツを使用しています。腕、ももには新機構の伸縮ギミックを内蔵し、より表現豊かなポージングが再現可能となりました。幻の4本爪パーツが付属。 MG100/1 ゼータガンダムバージョン KA。 藤田和美氏によるアニメ用設定画工、劇中のプロポーションを追求。モビルスーツ形態とウェーブライダー形態、両方のフォルムに破綻がないよう各ユニット構造や形状を洗練させ、変形機構を構築。複雑なギミックの簡略化を成立させ、アップデートされた変形を実現。モビルスーツ形態では広範囲の可動域を確保することで劇中ポーズの再現度が向上。各ブロック機構を設けることによりウェーブ。ライダー形態では固定の航空機モデルのように安定したディスプレイが可能に。機体各所にはメタリックなエクストラフィニッシュ加工を採用。カトキはじめしデザインの水転写式でカールが付属。 MG100/1 ダブルゼータガンダム。天部の関節は複数の可動軸により広い可動域を確保しているほか、膝部関節は複雑な変形に加えて深い曲毛も再現可能となっている。腰部にはこれまでになかった三軸構造が採用され、変形機能を有したまま腰のひねりと前屈が可能。G フォートレスなど各形態への変形はもちろん、航空機らしいフォルムも追求されている。一部パーツにエクストラフィニッシュ加工が施され、重厚感が追加されているほか、裏張りパーツにより変形時にもハイディテールな外観を実現している。 MG100/1 ガラキブガンダム C 装備バージョン KA。 サイコフレームはクリアパーツの厚さを調整し、表面だけでなく裏面、側面にディテールを彫り込むことで奥行きのある立体的な造形に仕上がっている。見る角度によってはクリスタルのように光を反射する。選択式で使用可能な NT-E を発動させていないグレーのサイコフレームが付属。劇中の設定を意識し、 MG100/1 ユニコーンガンダムバージョン KA と連動したパーツ構成を実現。股関節はブロックごとに可動、膝裏のフィンが膝の可動に連動して沈み込むことで深く足を曲げることができる。コア、ブロック形態から機種を回転させ鳥のようなフォルムのコア、ファイターへ変形可能。ジェガン用のライフルを改良したという C 装備のビーム、ライフルが付属。設定を生かし、パーツ差し替えで用タイプを再現できる。ヨナ、バシユタのフィギュアは座り、立ちの2種が付属。5月30日木曜日、HG144/1 バンキャノン、ククルス・ドアンの島版、新規造形となるバックパックパーツの差し替えにより、回帰、早時の両機を再現可能。 HG フォーマットの高い可動性能により、地面に寝そべってキャノン砲を撃つポーズや中腰の発艦ポーズなど印象的なガンキャノンのポーズを実現。ククルス
島版ガンキャノンのカラーリングを成型色で表現、設定画のディテールを忠実に再現、加藤木はじめ氏デザインのプラモデルオリジナルマーキングシールが付属、回帰早時の識別ナンバーや各所に施されたポーションマークでプラモデルオリジナルのディテールアップを楽しめる、バックパックに種ビーム、ライフル、ハンドパーツが新規造形で付属、 HGUC144/1 ザクワン、腰が回転し上半身を前屈させることでショルダータックルを再現可能、膝部は新採用の二重関節により可動範囲が拡大、頭部裏のレバーを動かすことで物合いが左右に可動、ザクバズーカ、肩部バズーカラック、 105mm ザクマシンガン、ヒートフォーク、シュッルムファウスト、ナックルシールドが付属、さまざまな表情を再現したハイディテールな手首パーツが付属、HGCE144/1 エールストライクガンダム、 HG オールガンダムプロジェクトのシンポリキャップ&関節機構を採用することで組み立てやすさが向上、新しいストライクに合わせてエールストライカーも新設計、エールストライカーは脱着可能、ブースター部分はフレキシブルに稼働、 HGCE144/1 フリーダムガンダム、シャープなスタイルと幅広い可動域により迫力のアクションを再現、二重関節による腹部の可動、広い可動域を持つ脚部関節、大きく上下に可動する肩部、ビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属、サーベルは連結可能、 HG144/1 カオスガンダム、モビルアーマー形態へ変形可能、ガンポッドのビーム砲は伸縮可能、ミサイルハッチの開閉もパーツの差し替えで再現、ビームライフル、シールド、ビームサーベル2個が付属、 HG144/1 ガイアガンダム、一部パーツの差し替えによりモビルアーマー形態への変形が可能です、モビルアーマー形態時の顔はポリキャップによってスムーズに変形できます、背部のビームブレードは左右に開き飛行機の主翼のように展開が可能です、ビームブレードの発光部分とビームサーベルにはクリアパーツを採用しています、 HG144/1 セイバーガンダム、一部のパーツ差し替えによりモビルアーマー形態への完全変形が可能です、背部の大型ビーム砲もスムーズに変形稼働させることができ肩口に取り付くビームサーベルは着脱が可能です、 HG144/1 レジェンドガンダム、劇中で攻撃モードとして再現される光の演出をクリアパーツにて再現、特徴ある大型ロングライフルは肩の前方稼働による両手持ちを可能とし構えることができます、デスキに HG シリーズの一部商品付属する台座を使用することで対決シーンを意識したフライング形態を再現可能です、 HG144/1 ガンダムルブリス、シェルユニットはインモールドパーツとクリアパーツの選択式、インモールドパーツは胸部のシェルユニットの輝きを表現し発光状態を、クリアパーツは非発光状態を再現できる、シールドは7つのビットステーブに分離し、バックパックおよびレシーバーガンへ接続可能、レシーバーガンには巨大なビーム刃のエフェクトパーツを取り付けることが可能、こだわりのパーツ分割により組み立てるだけでカラフルな仕上がり、 HG144/1 ガンダムエアリアル、回収型、シールドは11のビットステーブに分離可能、機体各所に接続、劇中のイメージを表現できる、シェルユニットはインモールド成形のパーツやシールとクリアパーツの組み合わせにより再現、発光状態と非発光状態を選択式で組み立てることができる、ビームパーツはクリア成形で表現、新型の専用蛍光火器となるビームライフルの重心の長さは組み替え式で選択可能、すべてのビットステーブが重心に接続されたガンビットライフルも再現できる、HG144/1 ガンダムキャリバーン、インモールド成形により胸部シェルユニットとアンテナの虹色の輝きを再現、
ットは水星の魔女、レポンディスプレイベース、別売り、2セットと組み合わせてディスプレイ可能。メインウェポンとなる長尺の蛍光火器、バリアブルロッドライフルが付属、白いエスカッシャンが付属、本体ディスプレイ用の台座が付属。水星の魔女、レポンディスプレイベース。パーツはすべてクリアパーツを採用。機中は6本付属。別売りの HG144/1、ガンダムエアリアル、HG144/1、ガンダムルブリスなどが作品内でガンビットを装備するモビルスーツと組み合わせることで劇中さながらのガンビット展開イメージを再現することができる。別売りのアクションベースと連結することができるジョイントパーツも付属。2セットを使用することで別売りの HG144/1、ガンダムエアリアルの11パーツで構成されるガンビットも全て展開状態で飾ることが可能。 RG144/1、 シャア専用ザク、水の抵抗を限りなく小さくし高速移動するための流線形ボディを追求。水中での高速潜航と陸戦での激しい戦闘に対応する柔軟性を備えた水陸両用モビルスーツならではの内部フレームを新型アドバンスドモビルスーツジョイントで実現。水中での捜索、探知、即挙に不可欠なソナーをディティールにも採用。潜航と浮上を考慮した水抜き穴をモールドで再現。耐水、耐圧を想定した球状のコクピットを採用。最も特徴的な武装であるワングの爪は刀身をイメージ。水中での四方への移動を可能にする脚部およびバックパックのプロペラ構造を再現。 RG144/1、 ニューガンダム設定上の機構や劇中のポージングを再現するための様々なギミック、さらに実機交渉に基づくオリジナルのギミックを144/1スケールに凝縮。精密なパーツ構成により1分の1スケールをイメージして作る楽しさ、飾る楽しさを両立。ニューガンダムの特徴的なカラーリングは成型色で再現。白い本体には薄いグレーの成型色を3色使用し、情報の密度を上げている。肩部と腹部にはジョイントが内蔵されており、フレキシブルに稼働、ひねりや肩の押し出しが可能となり、よりダイナミックなポージングを実現。肩のアーマーは内部のジョイントと連動して大きく展開する機構を内蔵。肩の可動域が拡大することにより、武装を構えるポージングなどで発生するパーツ同士の干渉を軽減。胸部ジョイントがブロックごとに細かく可動し、脚部の可動範囲を拡大。膝を大きく前に突き出す動きが可能になり、144/1スケールながらもスタンスの広い迫力あるポーズを演出できる。脚部には各関節の可動と連動して走行がスライドするマルチリンク、ギミック、ご搭載。大きく膝を曲げたポージングも自然に再現。 RG144/1、 サザビー、暗部のシリンダー、ファンネルなどの武装が忠実に再現され、実機交渉によってバーニアやバックパックなどの推進部には展開機構を設置。豊富なハンドパーツ、サザビーを象徴する武装が付属し、各種ハンドパーツと高い可動域によって両手持ちポーズなど劇中のポージングが再現できる。 RG144/1、 ストライクフリーダムガンダム。機動兵装ウィングはゴールドメッキパーツで構成。アドバンスとモビルスーツジョイントにより組み立ててやすさと可動域の広さを両立。 RG ならではの実機交渉によりリアリティを追求。機動兵装ウィングの展開収納ギミックも実機交渉をもとに設計。リアリスティックでカールにより金属のような質感を再現。ストライクフリーダムガンダムの特徴的な金色のフレームを成型色で再現。ビームシールドはクリアパーツで再現。2つのビームライフルを前後に連結させたロングレンジビームライフルを再現できる。 MG100/1、 ウィングガンダムゼロ、エンドレスワルツバージョン KA、 完全新規造形で立体化。
関節各所の徹底検証を行い、白い翼、の展開、連動ギミック、ツインバスターライフル射撃ポーズを追求。新規ギミックとして翼へのツインバスターライフルの収納とネオバード形態への変形を実現。 MG100/1 ガンダムヘビーアームズ、エンドレスワルツ、テレビ版ヘビーアームズ岡時はじめ氏がエンドレスワルツ版としてリファインした機体。前段発射のフルハッチオープンが再現可能。右腕のアーミーナイフには展開ギミック及び脱着機能を搭載。加藤騎士描き起こしのマーキングデザインやリテール設定も見どころ。 MG100/1 ジャスティスガンダム、発売中のシード系 MG シリーズと一部共通フレームを使用することで設定が再現されているほか、情報量の多いリテールが施され、劇中のイメージも実現可能。フルギミックのハトム、ダブル王は飛行形態へ展開可能なほか、登場させたポーズも再現できる。握り手パーツを使って保持することも可能なバッセルビームブーメランをはじめとする数々の武装に加え、パイロットフィギュアも付属。 TG アンリー主導、60/1ガンダム、組み立て、稼働、構造、外装、演出と組み立てフェーズごとにガンプラ最新技術を凝縮し、ガンプラの進化を体感できる設定。ガンプラ史上最大級、100部全長約 180mm のインサートフレームを採用。骨となる全身のフレームを PG 史上最も早い段階で組み上げられる仕様となっている。ガンプラ史上最大の全身90箇所以上に可動軸を設定。コア、ブロック機構を採用した胴体部は40箇所の可動軸を組み合わせた新構造を採用。多重構造のトラスフレームにはメタリック成形色とメッキパーツを採用し、4種の金属感を演出。シルバーメッキ、艶消しメッキ、クロームメッキなどの3種の二次加工や金属パーツ、新開発エッチングシールなど多彩なマテリアルを使用。ガンプラ史上最多の全身のハッチオープンギミック搭載。稼働シーンを演出する新規 LED ユニットを搭載。色調変化を可能にする小型の新規 RGB2 等式 LED ライトとシルベコを効率を最大限に引き出す設定により、稼働と発光を両立。60/1スケールのビーム、サーベル内に極小の電飾ユニットを搭載。成形材料の調合を追求したビーム刃により、第2基部からビームが出力されたような鮮やかなグラデーション発光を実現。発光再現にはピン型リチウム電池 BR435 テスト用1個付属とボタン電池 LR41 別売り2個が必要です。 SD ガンダムワールドヒーローズ、隠密ガンダムエアリアル、キラコートは射出成形とフィルムの貼り付けを同時に行うインモールド成形技術の応用。充実の装備品が付属。武装の組み替えで手裏剣を再現可能。可動に特化した内部フレームを内蔵。肘の可動範囲により二刀流の構えが決まる。別売りの SD ガンダムワールドヒーローズ、天下無双大将軍との連動パーツが付属。 SD ガンダムワールドヒーローズ78代目武者ガンダム、キラ鋼とは射出成形とフィルムの貼り付けを同時に行うインモールド成形技術の応用。クリアパーツの抜け感とキラ鋼の彩色造形が生み出すコントラストにご注目。刀にもキラ鋼を採用。肘の可動範囲により抜刀の構えを再現可能。別売りの SD ガンダムワールドヒーローズ、隠密ガンダムエアリアルに付属のパーツと連動。フィギュアライズ、スタンダード、アバターフミナ、ガンダムビルドメタバース時とガンダムビルドファイターズトライ時、2種類の前髪パーツが付属。タンポ印刷を施したフェイスパーツが3種類付属。アバターフミナの生き生きとした表情を再現。アーマーを外した状態も再現可能。ライフル持ち手や平手など表情豊かなハンドパーツが付属。フィギュアライズ、
スタンダードならではの表現力でしなやかなポージングも表現可能。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、